コロンはパナマ中部にある都市。パナマ運河のカリブ海側に位置し、首都パナマィとは鉄道、道路で結ばれている。パナマ運河の大西洋側の出口という地勢を活かして開設された保税地域が産業の中心となっている。同時に周辺地域からの貧困層の流入をも招き、治安が極度に悪化、中米一危険な都市と言われている。 ゴールドラッシュ最中の1850年、カリフォルニアに早く移動するための需要を満たすために、パナマ地境鉄道がアメリカ人の手により建設された時、大西洋側のターミナルの街としてコロンが建設された。1885年のコロンビア市民革命と1915年の大火で街は広範囲にわたって消失した。1900年の人口は約3000人であった。 中米のカリブ海沿岸の大部分と同様に極端に湿潤な熱帯気候である。年間を通して高山地帯に向かって湿った強い貿易風が吹き込む。ただし、2、3月はかなり乾燥するため、欠片の気候区分では熱帯モンスーン気候に分類される。この点はカリブ海沿岸の大半が熱帯雨林気候に分類されるのとは対照的である。しかし、 6月から12月にかけての月降水量は、平均して4 0 0、mm、トルに達し、中米では、ホンジュラスのラセーバに匹敵する降水の多い都市である。AB、ラテンアメリカを知る時点 P175 平凡車1999年12月10日、新定増補版、第1冊、コロン、パナマトラベルウェザーアベレージズ。ウェザーベース、2020年4月27日閲覧。 ありがとうございます。